皆さんこんにちは。今回は岐阜県瑞浪市街地の街並みを撮影いたしました。ピーはこの屋上で撮影してました。こちらパチンコ屋さんと言いますと、イベントでモデルのゆきぽよさんが来られたことがあります。この先を歩いていきます。お、見えてきた見えてきた。この場所はと言いますと、中京高等学校です。2014年の夏、延長50回4日間を投げ抜いたっていうすごい記録ありますからね。